写真拡大。オープン戦西武 1-6 広島2日緑の森県営球場。広島の新助っ人がまた好投した。3番手レグナルトが西武の強力クリーンアップをピシャリ。激しい外国人争いの中で強烈なアピールを展開した。1点リードの6回、左腕が佐賀のマウンドに二行出しした。先頭秋山をスライダーで先に打ち取ると、続く山川はチェンジアップで空振り三振。さらに森も144キロの直球で連続三振に切った。試合後は悪くはない、もう少しまっすぐに威力を込められたらよかったと話し、クリーンアップを抑えたことには何番であれアウトを取るという意識と振り返った。今季も外国人枠の内訳は野手1、投手3が有力だ。実績10分のジョンソン、昨季セットアッパーに定着したフランスアは決定的。キャンプ後にローレンスが2軍降格し、残り1枠はこの日好投したレグナルトとヘルウェグに絞られた形だ。